はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は夢というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ私がですね、最初にこう夢らしい夢っていうのを描いたのが、まあ、今から10年前の30になった時でした。で、当時はですね、まあ、27の時に離婚をしてですね、まあ、その27から30歳までの3年間っていうのはもうとにかくもう自己嫌悪と自己否定ということで、もうとにかく自分を責めるだけ責めました。たった一人の女性さえも幸せにできない自分って一体何なんだろうと、ね、そして当時、まあ、学習塾の講師であり、まあ、一教室の責任者をやっていたんですけれども、まあ、たった一人の女性さえも幸せに、ね、できない人間がね、なぜ教壇に立ってね、先生としてこう偉そうに子供たちに勉強を教えているんだろうということで、もうとにかくですね、もうひたすら自分を責め続けたんですね。もう自分で自分に対して人間失格という烙印を、まあ、押していた時期でした。ただやっぱりそういうね、自己嫌悪とか自己否定の日っていうのもそんなにこうね、永遠に続くわけではなくて、やっぱりこう3年っていう時間がですね、やっぱその癒してくれるというかね、ちょっとこう自分をね、責める気持ちっていうのが薄れていってですね、まあ、3年経って30歳ぐらいになった時にね、まあ少しこうやっぱり自分で自分をこう許せるようになったんですね。で、そうした時にやっぱこう人生を変えたいと、まあ、このままではいけないと、ね、人生を変えようというふうに思って、まあ、夢っていうのを描いてみたわけです。で、当時はですね、まあこんな車に乗りたいとか、こんな家に住みたいとか、もしくはその本を出版したいとかね、講演をしたいとか、もしくはお金持ちになりたいとか、まあ、そういうとにかく思いつくことを、全部、その時思いつく限りのことを書いてみました。で、そしてですね、日付を入れたわけです。30年後の60歳までに叶っていたら最高だなというふうに思ったんです。もうそれぐらいですね、もう人生っていうのをね、30歳になって完全にやり直したいと、ね、30年の人生を30年かけてやり直したいと思ったんです。だからこの夢っていうのは30年後の60までに叶っていたらもう本当に最高だなっていうふうに思って、まあ、人生を再スタートさせたんですね。で、実際にまあそれで10年、30歳の時に夢を描いて10年一生懸命こう歩いてきました。で、10年後の今ですよね、30だった時の自分からすると10年後の40の今っていうのはですね、もう全然夢が違うんですよね。もう一つ一つ一つずつね、本当に30年かかってもいいと思ってた夢っていうのがね、一個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 叶っていって、まあ、自分がね当時思ってたよりも、まあ、そういう意味ではね、時間がかからなかった夢が多かったように思います。もちろん全てね、10年で叶ったわけではないんですけど、でもまあ9割以上は叶ったような気がします。そしてまあ実際その時に描けなかったようなね、もっと素晴らしいもの、例えば幸せな結婚生活とか娘の誕生とかね、娘の成長を、ずっと身近で見ることができたとか、まあ、夢で描いた以上のことっていうのも実際は起きたと思います。で、じゃあ10年前に描いていた、例えばもっといい車に乗りたいとかね、もっといい場所に住みたいとかね、本を出版したいとか講演したいとか、同じ夢で、まあ、じゃあ10年後の40歳の私がね、同じぐらいのこう情熱っていうのを引き出せるかって言ったら、まあ、引き出せないですよね、はっきり言ってね。全然もうそれじゃあエネルギーが出てこないです。じゃあ10年経った今、私の夢はって聞かれたらね、まあ、いつも考えてることっていうのは、世界中全ての人がね、心の内に平安を感じて愛する人たちと笑顔で暮らしている社会、まあ、それが夢です。でも10年で全然違ってるんですよね。で、10年前の30歳だった時の私が聞けばね、もう本当に笑うような夢ですよ。なんかね、もう空想夢物語、もう綺麗事ですよね。実際そのね、もっとね、具体的でもっと現実的なものっていうのを30歳の時は夢っていうふうに考えてましたから、今の40歳の私が考えてるような夢っていうのは、まあ、30の私からするとね、
全然こう、ね、ピンとこない夢だというふうに思うんです。でも40の私は今本当にね、そういうこう綺麗事っていうかね、ちょっとこう夢物語空想っていうのを本当に心の底から真面目に考えているというふうなところがあります。で、何が言いたいかっていうと、やっぱりですね、人っていうのはその時その時でやっぱり夢っていうのがあって、なおかつね、変わっていくものだっていうのが言いたいことなんですね。で、夢っていう言葉がピンとこなければ、課題とか挑戦とかチャレンジっていうふうに考えていただいてもいいと思うんですけど、例えばその小学生には小学生としての課題があるわけです。中学生には中学生としての課題がある。そして高校生には高校生の時の課題があるんですね。だから小学生が高校生の課題を見てね、あんな難しいのがやれてすごいなとかって思う必要がないんですよ、全然ね。なぜなら課題が違うから。で、同じように20代の夢と30代の夢と40代の夢っていうのはね、やっぱり、まあ、私は違うのが当たり前なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱそれぞれ人っていうのはその人の成長段階に応じて夢っていうのも変わっていくのが自然と、ね、だから別にね、40代の人が20代の夢をね、どうこう思う必要はないし、また20代の人が40代のね、夢をどうこう思う必要はないわけです。例えば20代の人がね、いや、お金稼ぎたいんですと、ね、お金持ちになりたいんですっていうんだったら、それはそれですごく立派な夢だと思うんですよね。で、それがいいと思います。やっぱりね、こう他人からどう思われるかっていうね、こう他人に対してね、格好をつけたいとかね、本心ではないのにこう言った方が当たり障りがないとかね、無難だとかね、ちょっと見た目がいいとかっていうのは、やっぱりエネルギーが出てこないです。ね。やっぱこう自分の心に正直に本心本音に夢が一致した時に初めて情熱っていうのは出てくるんですね。だから仮に20代の人がね、いや、もうとにかくお金稼ぎたいんですと、お金持ちになりたいんですっていうんだったら、それを本気でね、実現するべく一生懸命やるっていうことが大事だと思うんです。ね、いや、自分のそういう夢じゃなくてね、もっとこうね、人のためとか社会貢献性の高い夢の方がいいよとかっていうのは絶対に違うというふうに思います。やっぱりこうエネルギーっていうのは欲求だし欲望なんですよね。もっと言うなら野心的なものなんですよ。だからそれはそれでいいと思うんです。で、やっぱりね、そういう夢があるからこそ、やっぱ自分の心の奥底にあるエネルギーっていうのは出てくるし、少々ね、失敗したり思うようにいかなくなったりね、挫折してもね、やっぱり諦めきれないということで何回か立ち上がる、その原動力にもなると思うんですね。で、一個一個ね、そう、もう心の底からね、別にこれはね、他人に対しての夢じゃないんだと、自分自身の夢なんだと、だからとにかくね、もうそれが実現するまではどんなことがあっても絶対諦めないということでやっていくと。実際私も夢を描いたおかげで会社を辞めることができましたし、独立起業することができましたしね、もしくは学習塾とは違う全く異業種の世界を見るってこともできましたし、全てやっぱりね、夢のおかげだったって、その原点は夢だったというふうに思うんです。だからやっぱり夢っていうのはね、私は絶対にあった方がいいものだっていうふうに個人的には思うんですね。で、当然ね、しんどいですよ、今の現状とは違うね、自分になりたいとね、そのためにね、自分には例えば知識がないとかね、スキルがないとかね、経験がないとかね、そういった世界に飛び込んでいったりね、挑戦したりね、当然行動すれば失敗も増えます、ね、時には挫折したり絶望したりね、あ、やっぱりもうダメなのかとか無理なのかって言って体験っていうのも出てきます。でもやっぱりね、人生っていうのを輝かしていくのに、この夢っていうのはすごく大きなエネルギーになると思うんです。そしてもうこれはね、別に他人に聞かれた時にどう思われるかっていう他人の評価ではなくて、自分自身が本当に叶えたいっていうんだったら、絶対それをね、諦めないで追い求めた方がいいと思うんですよ。で、本当に満たすことができたらね、初めてその夢の価値っていうのが分かるんです。例えばいい車に乗りたい、じゃあ実際乗ってみればいいんですよ。
で、いい場所に住みたいって、実際住んでみればいいんです。そしたら初めてその車の価値とかね、その家の価値とかマンションの価値とかね、そういったものが一個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 こう体感覚で腑に落ちていくんです。初めてそのものの価値をそのものの価値としてありのままに見ることができるんですね。で、じゃあまた同じ車っていうのを目標にできるか、また同じマンションっていうのを目標にできるか、ま、家っていうのを目標にできるか、もちろんそれをしてもいいんですよ。でも、もしかしたらね、もっと次、もっと次っていうことで違う夢っていうふうに変わっていくかもしれません。でも、やっぱりその夢があればね、じゃあそれを実現できる自分になるためにやっぱり自分を進化させていきたいとかね、成長させていきたいっていうふうに思うわけです。で、自然とね、やっぱそういう個人的な自分がどんな車を持っていて、どんな場所に住んでいてとかね、自分の本が出版されてっていうふうに、なんか個人的な夢っていうのが一つずつ一つずつ叶っていった後はね、自然とやっぱりこう社会貢献性の高い夢にだん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 夢自体も成長していくものなんだろうっていうふうに思うんです。だから今の私だったらね、そういうなんか車とか家とかね、マンションとか、そういったなんか個人的な夢だったら全然こう情熱っていうのが出てこないんですけど、なんかこうちょっとね、人の役に立てたとかね、人から感謝されたとかね、社会に何らかの貢献ができたってなると、やっぱりこう情熱っていうのは出てくるわけです。だから30の時は30の時の夢で良かったなって本当に思ってますし、今現在の40は40でね、世界全ての人がね、心に平安を感じながら笑顔で愛する人たちと幸せそうに暮らしているっていう夢でね、やっぱりいいと思っているんです。で、そのためにね、じゃあ自分が何ができるんだろうっていうのをやっぱり考えるわけですね。で、自分が考えてできることがあれば、それがね、どれほど小さくてどれほど些細なことであっても、ね、実際に今日一日でそれがやれることであれば、一生懸命やると。まあ、それは30の時も40の時も何にも変わんないと思うんですね。ただ、向かってる夢が変わってるだけで、やること自体はやっぱり一日24時間っていう、その範囲内で今の自分ができることを今一生懸命やるということになると思うんです。でね、なんか一見こう40の今の私の夢って言ったら、すごいこうなんかね、世界73億人全ての人がっていうふうに言ってるので、ものすごく壮大な感じがするんですけど、でもね、叶うのは一瞬なんですよ、実はね。なぜかっていうと、全ての人が自分の幸せに責任を持って、自分自身が努力するためにね、自分自身が幸せになるための努力をすればね、あっという間に全ての人が幸せになれるからです。幸せっていうのは客観ではなくて主観です、ね。だから自分自身がね、幸せだって感じられてるんだったら、それはもう誰が何と言っても幸せなんですよ。だから人がね、他人のせいとか環境のせいで不幸になるってことはないわけです。また他人から幸せっていうのを与えてもらうわけでもない。で、そうした時に人っていうのはやっぱり自分で自分が幸せだっていうふうに感じられる自分っていうのを作っていく。その自分自身の幸せにだけは責任を持つ必要があるし、そのための努力っていうのはする必要があると思うんですね。人っていうのは放っておいたらね、どうしてもやっぱネガティブなことを考えます。それは人の本能です。やっぱりね、自分の危険っていうのをあらかじめ察知してね、まずなんか自分にとって悪い状況っていうのを想像して、それを回避するためにはっていうふうにこう脳が働くんですね。だから思考そのものはぼんやりしてたり放っておくとネガティブな方に行くっていうのは当たり前なんです。で、それをどうやってね、ぼーっとしてると放っておくとネガティブな方に行きそうな自分を常にポジティブな方に向けていくっていうのはやっぱり努力が必要なんです。そして言葉もそうです。言葉もね、普通はね、自分に頭に思い浮かぶことって言ったらね、やっぱ不足とか不平とか不満とかね、愚痴とか泣き言とか、そういったことっていうのが普通はね、言いたくなるんですよ。で、それを言ってるとやっぱり変わんないですよね。だから言いたくなる方が当たり前なんだけど、それを言わずにね、感謝とかありがとうとか愛とかっていうのを言葉から出すことを増やしていく。これも私は幸せになるための責任であり努力だっていうふうに思うんです。もしくは行動ですよね。行動もやっぱり
ね、人は行動しない方が当たり前なんです。ね、やっぱり怠け者っていうかね、脳っていうのはできるだけ手を抜こう、楽をしよう、サボろうっていうふうにまず思いますから、行動しない方が当たり前なんです。でもそれをどうやってこう情熱的に行動していくかっていうのは、やっぱりね、幸せになるための責任であり努力だというふうに思うんです。こういう思考とか言葉とか行動っていうのを自分自身でしっかりと管理する力っていうのをつけていけばいくほどね、自己コントロール力が上がれば上がるほど、人っていうのは心の内に平安を感じたり幸せを感じられたりするっていうことが増えるというのが今の私の確信です。だから世界73億人全ての人がね、心の内に平安を感じて笑顔で幸せそうにね、愛する人たちと暮らしているっていうのは、何か一人のね、強烈なカリスマ性を持ったリーダーシップのある人がね、73億人をこっちだよって導くっていうことではないと思うんです。もうこれだけ一人一人の価値観が多様化してね、もう競争ではなくて共生と、共に生きるということが、共生社会という考え方が広がっていく中でね、誰か自分をね、本当にね、幸せにしてくれる人が現れないかなみたいな、そういったのっていうのはもう幻想だと思うんですよ。ね、例えばそのアメリカの大統領になろうがね、世界一の大富豪になろうが、73億人全ての人をこうね、幸せに導くと、そういうこう他力本願的なものっていうのではもう限界があると思うんですよね。だから全ての人がまず自分自身の幸せに責任を持ち、そして自分自身が幸せで、そして目の前にいる人と笑顔で幸せそうに暮らしていると。でそれをね、一人一人がやれば一瞬で実は叶う夢だったりするわけです。で、そのために自分ができることがね、あるのであれば、一生懸命やろうと。ね、もし読んでくれる人がいるっていうんだったら、一生懸命文章を書くし、ね、話を聞いてほしいっていう人がいるんだったら、一生懸命話を聞くし、逆に何か聞きたいっていうんだったら、一生懸命喋ると。まあ、本当にね、やってもやらなくてもどっちでもいいような些細なことなんですよ。ね、それを一日やったから、だからどうなんですかっていうぐらい些細なことなんです。でも、一生懸命やると。で、30から40の一日一日も同じ考えだったんです。で、40からの、今からの一日一日も全く同じなんです。夢は壮大でもね、その瞬間その瞬間できることは取るに足らないような小さいことしかできない。でもそれを自分の心の情熱がある限りね、一生懸命やるということですね。そうするとやっぱりね、10年後っていうのはね、自分が想像した以上の人生っていうのが待ってるんだというふうに私自身は思っている人間です。なので私はね、10年前の30の時ね、やっと離婚の心の傷をね、少しこうね、癒せてね、自分自身っていうのをね、少しこう許してみようかなと、そして人生変えてみたいなって思って、ね、こんな車に乗りたい、こんな家に住みたい、本を出版してみたいっていうふうに夢を描いた自分自身に、ね、心から感謝していますし、ありがとうっていうふうに言いたいと思います。本当にいろんな体験をさせてもらえたし、いろんな学びとかいろんな気づきっていうのがありました。おかげでね、もしあの時にそういったね、その時の、仮の夢っていうかね、30歳の自分としての夢っていうのを描いてなかったら、もう全然違う人生になっただろうなと。その意味ではね、30の自分に対して本当に感謝してますし、ありがとうというふうに言いたいと思います。で、今から10年後の50の自分がね、今の40の自分にね、同じように感謝してありがとうって言ってくれるように、また40からの10年間っていうのも一日一日本当に目の前の階段を一歩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 登っていってね、やっていきたいなというふうに思います。なので、あの夢っていうのはね、他人のために描くっていう部分もあると思うんですけど、私はやっぱりね、本心、自分自身の本心のものを夢って言っていいんじゃないかなっていうふうに思います。だから40の人がこういう夢を描いてるから、だから自分も同じ夢を描こうっていうのは絶対なんかね、無理があるし、嘘偽りがあると思うんですよ。やっぱりそれが叶ったら本当に自分自身は嬉しいって思えるものっていうのは、やっぱり年代によっても人によっても違うと思うんですね。そして違っていいんですよ。でその代わり、あ、それを考えてる時は本当にワクワクするなとか、これ叶ったら最高だなって思えるものを自分自身の夢として設定してね、それを何が何でも叶えると。
途中どんなことがあってもね、自分が命がある限り、生きてる限りは絶対諦めないという気持ちで、ね、じゃあその夢っていうのがね、大きいように見えて、今日一日はね、24時間ですから、ね、やれたことっていうのはほんのちょっとしたことかもしれないけれども、その積み重ねでなぜか一つずつ実現していくっていうのが夢だっていうふうに思うんですね。なので、私は個人的に夢っていうのはすごく大事なものだと思いますし、それを描くことから間違いなくこの人生の角度っていうのは変わっていくというふうに思っています。はい、もし今回のですね、動画があなたに対して何らかの、気づきのヒントになったということであれば、ぜひグッドとボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。